はい、こんにちは。木村農園です。いつもご視聴していただきありがとうございます。この YouTube チャンネルはですね、いちご農家が家庭菜園向けの動画をいろいろアップしています。ですが、今日はちょっとね、農家ってどんなことをしているのとかっていうところのシリーズで一つ、ご紹介したいものがあります。今後ろの方に見えますかね、これ。循環器ファンです。こちらね、島根県の補助事業で購入させていただきました。補助事業ってね、あんまり好きじゃないかったんですが、担当の人がですね、ぜひやりましょうやりましょうといつも以上に熱心に対応していただいて、でそれで導入することにしました。でこれが決まったのが、いつだったかな、いつ注文したっけ、最近ね日付、これを申請して OK が出たのが2月の末でした。で注文しようと思ったらですね、これが受注生産ということで1ヶ月から2ヶ月かかるというふうに連絡があり、このままだと、前年度中に設置が難しかったので、4月に入ってから注文しましたが、2週間もしないうちに来たんですよね。で事業関係なので早く報告しなきゃいけないんですが、今いちごの方がかなり忙しいじゃないですか。なんで県知事さんの方にですねお願いして、納期を、工事の終了を5月末までに延ばしていただきました。ですがね、あんまりハウスがねかなり暑くなってきたので、この循環器ファンがあると暑い空気を循環させて少しでも涼しくすることが可能なので、仮配線でもいいから今6台注文したんですけど、2台まで仮配線を取り付けました。今日もう1台ね、3台目を取り付けて仮配線で、で、あとの3台はもうゴールデンウィーク過ぎてから落ち着いてからやろうと思います。とりあえず応急的緊急的に温度を下げたいので、この今日3台目の設置作業を皆さんに紹介したいなと思います。でこれ今夏はね循環ファンで涼しくするという方法をとっていますが、冬場はですね加温器でぬくい空気をこう循環させて、加温器A 重油っていう燃料を焚いているんですが、それの、使用量を減らすっていう効果もあるので、夏も冬も利用することが可能となっております。ではですね、3代目の古田ハイビームやったかなの循環器ファン取り付けやっていきたいなと思います。こちらね、40メートル先まで風が届くというやつですね。でハウスが50メートルあります。でこの上のね、黒いパイプ分かりますかね、黒いパイプが200ボルトの線でずーっと向こうのハウスの先の制御盤の方につながっています。では開封の方から始めます。これフルトエアビーム AB363NA、 これは本体1つ入っています。でこれを取り付けるエアビーム取り付け金具セット、これね2個1セットで入っております。まず取り付け金具の方を開けていきます。これが柱に取り付ける分ですね。こう縦にして、エアビーム本体を取り付けるステーですね。
で、このエアビームはね、今日は縦に取り付けますが、使う人によって、このように横にしたり逆さまにしたり、いろんな角度で取り付けることができます。で、柱にですね、この本体の方を置いて、これが蓋というかな、押さえの方になっています。で、この押さえの方にこの六角ボルトを4箇所入れて固定するという形ですね。じゃあ取り付けに行きます。では取り付けていきます。まずこちら本体の方に六角ボルトを差し込んでおきます。で、作業するときはね、手袋と、ヘルメットの方を忘れずよろしくお願いします。で、こちらの方はね、エアビーム本体が固定するジグで、こちらの方が押さえですね。ボルトで固定します。一人で作業するときに、どうしてもこう重たいものだとずれ落ちることがあるんですが、もしどうしても一人でする場合でしたら、紐でくくって上から吊るとかすると作業しやすくて安全です。で、手で締まるとこまで締めた後、スパナ17と19で固定しますが、水平と垂直ね、気をつけながら、確認しながら締め付けましょう。固定できました。こちらの方はね、角度が調整できるようになっていて、角度を決めてから増し締めするときっちり止まるようになっているので、今はこのフリーで OK です。では続いて本体の方の準備をしていきます。では続いて本体の方ですね、準備していきます。こんな感じですね。で、本体の方に取り付けステーを取り付けます。この本体も上下は決まってるんですよね。ここにフルタエアビームって書いてるんですが、こっちが上に決まってるんで、それに対して先ほどの、柱に固定したステーをこのようにつけ、横につけるのか縦につけるのか、左右上下4箇所につけれる方法があるので、それに合わせて取り付けジグをね、今から固定していきます。ではこちらがエアビーム本体につける方のジグで、これが先ほどのステーと固定するジグですが、角度が変えれるようになっています。このように角度をね、こう変えれます。今これ仮固定にしています。じゃあ本体につけます。
こっちがエアビーム側でこっちが柱、反対に説明していました。もう片側も取り付けます。こんな感じですね。これ今取り付けた金具ですね。これとこれと。では柱に固定します。では本体を柱に取り付けます。これ12キロあるんでね、重たい場合はもちろん2人で支え合うのが一番なんですが、1人の場合はこの柱の上にロープか何かを縛ってこれを吊るすようにすればいいです。で今回は無理やり一人でやりますが、皆さん作業するときは気をつけてやりましょう。はい、取り付けの方終わりました。この後ね、配線をつないで試運転の方します。はい、配線、配管終わりました。ハウスの中ね、寒冷車って言ってちょっと日よけのネットはしているんでまだマシなんですが、脚立に登って1メートルでも上行くと熱風が上こう溜まっているんで、すごい暑くて汗だくだくです。もうおかげでめっちゃ痩せました。あ、今笑うところなんで見逃した人はね、これ巻き戻してもう一度見てくださいね。で最近の子ね、巻き戻すの戻すって何って言うんですよね。テープですね、見たことない子供が多いみたいです。でスマホでねパッて見せると、あ、写真で見たことあるとか本に載ってたとかっていうことになっていて、その早送りはまあ分かるとして、巻き戻すの戻すっていうのはね、普通やったらねテープをこうくるくるって巻いて戻すっていうイメージなんですが、強いて言えば時間を戻すっていうことなんですね。っていうか、どうでもいい話ですね。では試運転の方をやっていきます。3、2、1、ゼロでついたらいいんですが、ブレーカーオンにしていきます。はい、回りましたね。これ確かね、風速2メーターぐらいだったような気がします。ここの出口のところがね、で向こうの端っ側まで40メートルまで弱い風が届いて、このハウスの中の空気のよどみをなくして、涼しくしたり、病気にかかりにくしたりですね、虫とかもね、風当たっていると嫌がるので、ちょっとは虫除けにもなると思います。で冬場は、暖房費の、エコになったりといって、結構ね大活躍してくれると思います。実際どれくらい風来てるか、これじゃ分からんかな。こんな感じ。そのパワーがすごいというよりは効率が良くて、向こうの端まで風が届くっていうことでしょうね。これが今3台仮につけました。あと3台あります。
まあ、ちょっといちごの方作業が忙しいので、とりあえずのところですね、これつけて1度でも温度下げたかったので仮につけました。あと3台を、5月ゴールデンウィーク過ぎた頃につけて完成したいなと思うので、またその頃にねご紹介したいなと思います。今日はね家庭菜園とかね野菜の育て方とかの話じゃなくてちょっと機械的なことだったんですが、まあ、こういうこともたまには交えてやっていきたいと思います。よかったらですねチャンネル登録していただいて最新の情報を手に入れてください。本日もご視聴ありがとうございました。では。